リザン老母ボは、中国の民族宗教と道教における女染である。上八千の一柱で、リザンの麓に住む、老船女。はじむ山老母や、なし山老母という表記もある。リザンバー、知性天村、万礼主教、五国伊徳と君、離リザンドボ霊名を元大寺村とも呼ばれる。新代、湯の、春、財道随筆に収録された、高級目緩和によれば、 リザンローボには、その人がいて、虚無ではない。同教の文献、リザンローボ原名信用によれば、リザンローボは、トバーによって化星し、上八道の古戦女である。その容姿も荘厳で優れ、五国ユーミンの神的存在として崇められ、あらゆる衆生を再度し、数々の時代の人間の先導修行者たちに、霊府、秘術や新先道の溶結を教えることがある。太平後期によれば、 リザンローボとは何の時代の人では不明。当の時代にリセンという新鮮道の修行者が教典皇帝院不行を手に入れたが何度読んでも意味がわからない。あの日、リセンはリザンの麓で杖をついた老女に出会った。それがリザンローボでリセンは彼女から皇帝院不行の講義を受けたという。ラッシュゲル島によるミホフト氏完成容器によればリザンローボは 釈迦仏と玉子を大天尊よりも地位が高い神であり、しかも非母の師匠。最初は文字がなかったので、彼女の名前がなかった。彼女は万孔を産んだので、老母と呼んだ。また、離山に住んでいたことから、離山老母と呼ばれている。リョグ熊による通俗大民女宣伝によれば、戦火には、それぞれの派閥があり、地戦となった女性は、離山老母によって統括する。 リザンロボは、地戦の祖と言われる。リザンロボは、最勇気に二度登場する。第23回では、リザンロボは、観音菩薩、普賢菩薩、薩文殊菩薩と共に、三蔵一行を試すことである。第72回では、孫悟空を助ける話があり、孫悟空が百眼魔君との戦いで窮地に陥った際。際リザンロボは姿を現し、孫悟空に、 死運山地下道のヒアイバー菩薩が100ガンマくんを退治できると教えてくれた。リザンローボは影府に竹100マナコマくんを大目へと見分けることができる。そしてヒアイバー菩薩は陽気をつかさどって大目へを退治することができ、火を持って影を制す。原曲、最勇気草劇第3本では、孫行者は自分の名は通天体制で、 小生提携妹5人代離山老母と自分に、兄と姉妹が5人おり、兄が聖天体制で、姉が離山老母だという。ハンリカや雪近殿、角、秀英僕カツラ白城市など古典文学の女主人公は離山老母の徒弟として言及されている。ありがとうございます。